ております。もう間もなく待ちに待ったジュニアボクシング日米決戦が開始されるのです。なおこの番組はリレーの全世界同時生中継でお送りしております。世界中のボクシングを愛する人々の、そしてボクシングに魂を捧げた男たちの熱い視線がこの大海原をまたいだ一大決戦へと注がれているのです。勝つのは日本ジュニアか、はたまたアメリカか。いよいよ運命のゴングが鳴ります。会場はまさに立水の余地もなし。日本ジュニアボクシングの後輩、この一戦にあり。さあ、日の丸をつけた北西ゲートの扉が今開かれます。来た、来ました、我らが誇り黄金の日本ジュニアであります。さあ、まず先頭を切りますのはご存知スーパースター剣崎潤。先日のチャンピオンカーニバルは腕の怪我のため無念の欠場となりましたが、実力は誰もが認めるワールドクラス、無冠の帝王潤剣崎です。どうも。続いていきますのは、小さな体に無限の闘志、チャンピオンカーニバル第3位、千葉の星カトリー石松。喧嘩チャンピオンの気合を、根性を、ヤマト魂を見せてくれ。出ました、京都のいぶし銀。同じくチャンピオンカーニバル第3位、孤高の切れ味シナトラ和樹。神業ディフェンスは、そしてローリングサンダーは、このリングでどんな輝きを放つのか。そしてその涼しい眼差しの奥に誰にも負けぬ闘志が潜んでいます。さあ、黄金の日本ジュニアを締めくくるのはもちろんこの人、高根隆二。全日本ジュニアボクシング選手権チャンピオンカーニバル優勝者。涙を共に、そして絶え間ぬ努力を武器に、ここまで並み居る強豪を下してまいりました。今日も炸裂するか、一撃必殺ブーメラン。親愛なる日本ジュニアの諸君、君たちがどれだけの進化を遂げたか拝見させてもらおう。あの女性はまさかキャサリン。バカな。アインシュタインアカデミーで共に学び、私と首席を争った君がなぜ日本ジュニアのセコンドを。あ、何やってんだ姉ちゃん。データの微調整ですわ。会場の広さや気温や湿度によっても戦い方は変わってくる。私の役目は皆さんにそれを的確にアドバイスすることですから。はあ、そういうもんかね。俺もなんか手伝おっか。あった。どうかしました？いや、なんでもね。それにしてもなぜ彼女をわざわざニューヨークから呼んだんです？呼んだわけじゃねえよ。剣崎ジムの人間として自分が来るのは当然だなんて言い出しやがってな。ま、隅っこにでも置いといてくれや。それにしてもアメリカチームは遅いな。どうしたどうした、アメリカチーム早く出てこい。おいおい、まさか今頃恐ろしくなってトンズラか。さあ、なかなか姿を現さないアメリカジュニアチームですが。上か、あれは。
の棺桶じゃねえか。なんでこんなもんが天井から降ってくんだよ。見てください、これを。俺たちの名前、気に入ってもらえたかな。俺たちからのささやかなプレゼントは、なんと、いつどこから現れたのか、アメリカジュニアチームがリング上に立っています。これは夢か、はたまた幻か。あいつらいつの間に。あれがアメリカジュニアチームか。お帰りはご足労を願わず、この中に入ってもらう。もっとも、もう二度と出てこられないかもしれないがな。そいつがお前さんたちお得意のアメリカンジョークってやつかい。あん。しかしアメリカってのは広い割には人材に乏しいらしいな。結局4人しか来られなかったのか。え、シャフトさんよ。おっと、あと一人のことなら心配無用だ。なぜなら奴はもうこの会場に来ている。ここにいるのかよ。俺じゃねえぞ。俺じゃ、バカ、んなこと分かってない。謎の5人目ってわけか。いいじゃねえか。だったらそのかくれんぼ野郎を引きずり出すまでのこと。その通り、4人倒せば嫌でも出てくるでしょう。まずアメリカチーム1番手は、出ました、エターナルプリズナー、モンスタージェイル。ご覧ください、この巨体、本当に彼は人類なのか。あった、あの頑丈な鉄の階段がいとも簡単に折れ曲がった。おいおい、モンスター、もう少し静かに上がれ。お前のウエイトじゃリングすら潰しかねないぞ。オーケーだね、シャフト。身長、ウェイト、凶暴性、どれをとってもまさにモンスター。まともにぶつかれる相手じゃないけれど、せめて身長の高いシナトラが出てください。他の方では差がありすぎます。おお、まさか。へへ、悪いな、旦那じゃなくてよ。なんと日本チームの一番手は香取石松。ジェイルに対しあまりにも体格差がある組み合わせだ。そんな無理です、石松、体が違いすぎます。殺されに行くようなものよ。騒ぐなよ、姉ちゃん。無理なんて言葉そう簡単に使われてたまるか。彼らはそんなに落ち着いていられるの。始末は本当に殺されてしまうかもしれないというのに。大丈夫なの。おい、始末、死ぬなよ。無駄よ、ジェールは見境ってもんがないんだから。母ちゃん、あんちゃん大丈夫だよね。大丈夫、大丈夫だよ。行くぜ。エターナルプリズナー、モンスタージェイル対喧嘩チャンピオン、カートリー始末の試合が間もなく始まろうとしています。頑張れ、石松。殺されると分かってて逃げずに来た勇気は褒めてやるだよ、ベイビー。へ、プリズナーだかプリンアラモードだか知らねえが、鬼島たちの仇は取らせてもらうぜ。この2週間俺は地獄を見てきたんだよ。てめえがお呼びもつかねえような地獄をな。へ、だったら二度と帰って来られねえようにしてやるまでだよ。ついに日米の激突が開始されます。初戦を勝ち取るのは日本か、それともアメリカか。
ホークス。よっしゃー、あらー、あっ、なんだ、ハエでも止まったのかと思っただが、おめえだったのか。なんだと？うら！もう一発！これでどうだ！おめえの舌、よっぽど分厚くできてるらしいな。まるでインド像のケツ並みだってか。連打連打、石松のモンゴー、いいぞ石松。先手一生だ、ぶっ倒せ。眠くなるぞ。いい加減に、俺は。ち、どうなってやがるんだ。インド像のケツどころか全身が岩みてえだぜ。どうした、もうおしまいだか。石松！石！でぇ！なんて力だ！空振りの風圧だけでこの威力かよ。これじゃ一発当たれば牛でも即死だぜ。こんなパンチを鬼島たちは。くそー！負けるかー！あった！いけない、完全に相手のペースだ。あれじゃ石の変速攻撃も通用しねえ。体格の差がありすぎる。それは戦う前から分かっていたことだ。だからあれほど言ったのに。このまま戦えば石松は虚数回。イースター純、今すぐこの試合を中止してください。このままでは石松の命が。命なんざとうに捨ててるぜ。え、俺たちは全てを覚悟してリングに上がってるんだ。あの四角い戦場の中では何が起ころうと逃げ隠れはしねえ。それが男の戦いってもんよ。そう、ここは俺の戦場だ。まずは一人片付いたな。が、豪快な一撃。石松、ワン、石松、石松、石松、スリー、石松カトリ。彼ではモンスタージェイルに勝てない。彼がどんなに高いポテンシャルを秘めていようと、あの圧倒的な体格差は埋まらない。体格の差は、すなわち筋力の差。パワー、スピード、スタミナ。日本人お得意の特攻精神も、この厳然たる物理の壁を破ることはできない。ファイブ、シックス。そのままおとなしくおねんねしてた方が身のためだぜ、イエローベイビー。立ち上がれ石松。くそー。あ、赤坊よ。
こんなところで終わりにされてたまるかよ。俺はまだ何にもしちゃいねえんだ。ボックス。俺にしちゃ一発でもジェイルのパンチをまともに受けて生きてる方に驚嘆するがね。モンスタージェイルは己の拳だけで何人もの裏社会の男たちを葬り去ってきた。しかもたった一撃。それもそのはず、モンスタージェイルのパンチの破壊力は コーナーポストのあの曲がり角、衝撃音、会場中に響く地面の揺れ、それから計算するに、モンスタージェイルのパンチ力はおよそ300トン。これは4トントラックが時速100キロでぶつかってきた時とほぼ同じ衝撃力です。まさに怪物か。ミスタージュン、今石松がガードで耐えていられること自体すでに奇跡なのです。早くご決断を。距離を取れ石松、相手から離れろ。足がもう動かないのか。今度こそデッドエンドだ。西松、調子こいてんじゃねえ。カウンター、やったか。聞いてない。クソ、なんて野郎だ。まるで戦艦並みの鋼鉄の塊をぶん殴ってるようだぜ。やっぱしおめえも同じだ。あの5人と同じだ。おめえのパンチは俺には効かねえだよ。俺を倒したけりゃ爆弾でも持ってくるんだな。もう手遅れだけどな。へジェル、コーナーに戻って。ゴングに救われた石松、なんとか一ラウンドはしのぎ切ったものの、コーナーへ帰っていく足取りは重い。おうおう、ラッキーだったね、イエローベイビー。いや、今のラウンドで終われなかった彼にとってアンラッキーか。石松、よく戻ってきたぞ。石松、石松、おっと、これはどうしたことだ。石松、立ったまま椅子に座ろうとしない。あ、石松、なに、しょぼくれた顔してんだよ。ユージ、心配いらねえって言ったろ。俺は絶対勝つぜ。俺の全てをこの拳にかけててもな。セコンドアウト。石松、ゴングと同時に飛び出した。まるで
まるで特攻に行くような口ぶりだったぜ、あいつ。特攻？まさか、石松！いやーっ！石松一発が効かない！モンスタージェイル猛攻！ 1 ラウンド目と同じ展開になった！ミスター・ジュン、早くご決断を。このままでは石松の命が。うわあ！石松！なるほどな。おめえを倒すには爆弾しかねえってよくわかったよ。だったら俺自身が爆弾になるしかねえな。ただおめえを粉々にする前にこっちが自爆しちまう恐れがあるが、そこんとこはうまく火をつけてもらわねえとな。頼むぞタコ！危ない石松！ノーガードで飛び込んだら危険だ！まずは一つ棺桶が片付いたな。石松が殺された！石松！いろよ！モンスターチール！これが！なに？ヤマト魂だ！見直したぞ！あの野郎！どうだ？これが喧嘩チャンピオン、カトリー始末よ！ジェイルのパンチの衝撃力はおよそ300トン。その全てを石松カトリはモンスタージェイルに跳ね返した。いや、ロープのしなりを利用した分媒化されていると言ってもいい。しかしそれを受けてもまあ立ち上がってくるとは。石松が喧嘩チャンピオンと呼ばれているようにモンスターの名前も伊達じゃないってことか。アンビリーバボーか、日本ジュニア。だがまだまだ甘いぜ。なぜ奴がモンスターと呼ばれているのか、その本当の意味はこれからわかる。
で決まったと思ったのによ。だがここまで来たらボックス。倒された俺が倒されただと、そんなこと。なんだ、そんなこと。あってたまるか。何？石松！バカや、俺は確かに避けたはずだ。それなのに。気を抜くな、石松！始まったようだ。我を失ったモンスターの本当の姿が。うわという男だ。ジェイルの怒りに火がついたようだな。ようやく見られそうだ。たった一撃で15人もの人間を殺した本物のモンスターの姿を。なんというパワー。空気中を物体が動けば空気の渦が生じ、その渦が気流となる。モンスタージェイルの腕はその気流を常人の何百倍も作り出している。その集合体がこのストーム。全てはモンスタージェイルのパワーがあってこそなせる技。モンスターの次の一撃を受ければ石松カトリは確実に死ぬ。決まったな。石松！ワン、ツー！拳をかすめただけでこの威力！ファイブ！立つな、石松！これ以上続けたら殺される！まだやるつもりなのか。ボロボロになってロープの支えなしでは立ち上がることさえできなくなって、それでも そうさやるんだよ。だってよ、俺たちはリングに
夢かけてんだろうが。石松バカな男だ。意地で命を落とすか。俺の体じゃ一回こっきりが限度だが、見せてやらー。何、愚かな。玉砕覚悟で特攻していくとは。これが大和魂なのか。石松石松の野郎、こいつを狙ってたのか。なんだと。石松、あの時の。あの拳をもう一度。そうか、上空から。自由落下の運動量を加えれば、その破壊力は甚大。くらえ、いや俺の魂を燃やした拳だ。ジェイルの勝利は盤石だったはず。いや、エルガの計算は完璧だった。違っていたのは石松香取の試合中に引き出された彼の潜在能力。それが狂いを生じさせた。認めよう、彼のボクシングは進化したのだと。すげえ。なんて男だ。すごい、すごいよ石松。騒ぐんじゃねえ。ヤッコさんが勝つのは当然だ。なんたってあいつはボクサーで男なんだからよ。いやいや、どうもどうもどうも。大変だ。肋骨と胸骨が砕けて内臓に突き刺さっている。何？だ！手当てなど無用。どの道そいつはアメリカに帰っても死刑にされるだけ。もはやその男に用はない。なんだとこのバカ野郎！このタコはおめえらの仲間じゃねえかよ。いくら死刑が決まってるったって、日本まで来て立派に戦ったんだ。アメリカへ帰るまで生きる権利ぐらいあるだろうぜ。しっかりしろ石松。
そこいらの生クラな西洋斧とは違うな。さすがは備前長船、刃こぼれ一つしてね。アメリカンジュニアチーム、ビンス・シャネル。僕が出ましょう。正直戦いにくい相手ですが、まだ高根君たちには倒してもらわなければならない強敵が残っていますからね。ジャパンジュニアチーム、たけし河合。河合さん、僕はフェミニストでね、綺麗な君の顔を壊したくない。一発で眠ってもらいますよ。ところが私は他人の綺麗な顔を潰すのが何より好きなの。特にあなたのような美少年を見るとゾクゾクしちゃうわ。こんなバカな、ミズ・シャネルの瞳に居すくめられたように体が動かない。2戦が始まった直後から河合君の動きが止まっています。全く微動だにしない。どうしたんだ河合さん。来い。一体河合の身に何が。何してんだ。突っ立ってないで動くよ、かわいい。かわいさん、終わったな、シャフト。なに、最初から分かっていたことさ。そう、何人たりとも逃れることはできない。ミズ・シャネルの魅力からは。何が起こったって言うんだ。当たる当たる。ミズ・シャネルのパンチが面白いように河合君に当たっていきます。たけし、どういうことだっちゃ。河合ほどの男がこれほど一方的にやられるなんて。意識が混濁しておるようじゃの。とっちゃん、河合君をよく見ろ。目の焦点が合っておらん。これは、ミズ・シャネル、奇妙な技を使うものだ。キャサリン、君にこの問題が解けるだろうか。かわいい。かわいい。かわいくんダウン。1ラウンド終了間際、ついにかわいくんが痛恨のダウンです。かわいい。河合さん、ワン、ツー、終わった。たけし、河合、これで一勝一敗、イーブンだ。
そいつはどうかな。な、何？立った立ちました。河合君カウント8で立ち上がった。河合さん、河合よく立ったぞ。河合さんなんて子なの、意識がないのに立ち上がってくるなんて。素人さんには分からねえだろうが、それができるからボクサーなんだ。ここで第1ラウンド終了。河合君ゴングに救われたものの、その姿はもはやボロボロ、見るも無残なありさまだ。河合さん、ぶん殴れ、リュウ。しっかりしてくれ、河合さん。無駄だ、リュウ。河合はそんなことくらいじゃ正気には戻らねえぜ。何を。高根君、僕は。よかった、河合さん。ふぅ、日本人はクレイジーだな。とんでもない起こし方をする。ミズ・シャネルの目を見た時から僕の体が動かなくなり、そして意識が途絶えた。ヒュプノス、ミズ・シャネルはヒュプノスを使った。おそらく。ご明察だ、キャサリン。ヒュプノス、なんだよそりゃ。いわゆる催眠術ってやつ。催眠術だと。ええ、ミスター・ジュンのおっしゃっている通りです。しかしまさか目を見ただけで催眠状態に陥れることができるなんて。おお、どうやら君の力が日本側にバレてしまったようだな。そうみたいね、シャフト。しかし我々の勝利は揺るがない。オフコース、誰も私の目から逃れることはできない。たとえ目を閉じていたとしても。催眠術、その一種であることは確かじゃな。しかし厄介なことになったのは。とっちゃん、厄介ってどういうことっちゃ。催眠術ってのはな、一度かかるとなかなか抜け出せんもんなんじゃ。たとえ今は目を覚ましていても、ちょっとしたきっかけがあれば再び催眠状態に陥ってしまう。この刀ちょっとお借りしてもいいですか。おう。河合さん。なるほど。姉さん見ててくれ、これが僕の決意だ。なんと河合君、実験を自分の足に突き刺しました。これは痛そうだ。河合、ごめん、何してんだ。河合さん。河合、大丈夫、僕は正気です。セコンドアウト。これは僕の決意、そして勝利への布石だ。自らの足を傷つけ、まさに満身創痍の若武者河合武。ミズ・シャネルの呪縛から逃れることができるか。第2ラウンドの開始です。あなた可愛いわ、本当に。このラウンドで殺してしまうには惜しいぐらいよ。でもね、おい、河合、
河合さん。おー、そうだ、行け行け。それでこそ本当の河合だ。ギャー、河合さん。こんなことが。こんなバカな。残念ながらあなたの魔力はもう消えました。以前の僕ならあなたの催眠の魔力に負けて第一ラウンドで試合を投げ出していたかもしれない。だが僕はチャンピオンカーニバルで素晴らしい仲間たちと出会った。男は自ら傷つき汚れなければ大きくなれないということを彼らは無言のうちに僕に教えてくれました。傷ついた中から己一人の力でそれを克服してこそ苦難の道は開かれるのだと。自ら傷つけた足の痛みに比べればどれほど高度な催眠術ももはや通用しないんですよ。そうだ、この傷ついた足の痛みに僕は今やっと一人で大地に足を下ろしたような気がするよ、姉さん。そうよ、たけし。今あなたが本当に旅立つ時。そうだ、日本ジュニアのみんなが、姉さんが教えてくれた。傷つき汚れた中でしか手に入れることができない確かな情熱を。水しゃべる。これが僕の情熱、これが日本ジュニア河合武のライトアッパーだ。何が何が、何が起こったんだ。ダウンです。わー、河合君、ついに水シャネルの魅惑に陥落。河合、河合さん。いや、河合さん。河合ファイブシックス。河合君、かろうじてカウント6で立ち上がった。河合、河合さん、一体何が。どう思うや、勝利の絶頂から奈落の底へ落とされた気分。私のヒプノス、まるで現実のようだったでしょう。まさか。第2ラウンドから体験していたことは全て幻。河合さん。こんなことが。僕はミズ・シャネルの催眠術にかかって偽りの勝利に酔いしれていたというのか。その通りよ、坊や。刃物で足を傷つけたぐらいで私のヒプノスから逃れることなどできはしない。まさに無駄な行為だったわね。ボックス。男は自ら傷つき汚れなければ大きくなれない。確かにそうでしょ。しかし足の痛みを乗り越えた程度で勝利を得られたりはしない。あなたに与えられるのは惨めな敗北だけ。河合さん、来い、見るぞ。そいつの目を見るんじゃねえ。バカな坊やね。
目を閉じても無駄よ。坊やの体には私のヒプノスが染み込んでいるのだから。たけし、いけない。ああ、河合くん、先ほどまでと同様棒立ちです。パンチを打ってくださいと言わんばかりの状況だ。体が動かない。意識すら途切れて。河合さん、僕はどうしたんだ。僕は負けたのか。いや、負けてはいない。今は第2ラウンドが終わったところだ。第2ラウンドが終わった。そうです、河合さんは意識を失っていても、第2ラウンドの間中ミズ・シャネルの猛攻に耐え、決して倒れはしなかった。河合さん、まだ勝負は終わっていない。勝負は終わってなんかいない。終わっていない。そうだぜ河合、勝負はこれからよ。河合、河合さん、必死に立ち続けたとしても状況は何も変わっていない。しかしミズ・シャネル、まさか意識を刈り取るほどの催眠術を持っているとは。仕留めきれなかったか。おしとやかな君にボクシングはハードすぎたようだな。わざとよ。わざと？わざと倒さなかったの。この程度で終わってる。わざわざアメリカから来た意味がないじゃない。そうでしょシャフト。怖いな君は。この試合もはや終わった。逆転の可能性は皆無だ。河合さん、おい、なんとか言えよ河合。聞こえるよ。セコンドアウト。河合、河合さん、なくちゃ壊しがいがないわよ坊や。ついに最終ラウンドのゴングが打ち鳴らされた。果たして河合くんに勝機はあるのか。いや、そんなものはありはしない。その通りよ。坊やはボクサーでありながらピアニストでもあるそうね。だったら坊やにふさわしい最後を見せてあげるわ。かわいい、かわいさん、たけし、坊やは今私の夢の中。どんなに抗おうとも坊やはピアノを弾き続ける。指の皮がむけ、血がにじんでも、それでも鍵盤を叩き続ける。それは未来永劫続く地獄の日々。大切なものが奪われてゆく。
それでも坊やは正気を保っていられるかしら。メロディーが聞こえる。さあその顔を醜く変えてあげるわ。僕だけの旋律が。何？川合さん！おい、なぜなの？なぜ動けるの？ミズ・シャネル、一つだけ言っておきます。絶え間なくピアノを弾き続ける日々は、夢でも幻でもありません。それは、僕が自ら選んだ、僕の現実だ！そう、坊やは私の想像を上回る体験をしていたのね。なら、別の地獄を見てもらうまでよ。かわいい！かわいさん！なあ！そら！いけいけ！いいぞ！かわいい！おい、そんなことが。こんなバカな。ミズ・シャネル、あなたの催眠術はもう僕には通じない。僕の中にあるメロディーによって。なんですって？メロディーですって？まさか河合は自らの中で作り出したメロディーでヒプノスの効果を打ち消したというの？波長だ。ミズ・シャネルのヒプノスは相手を催眠状態に陥れる波長を放っている。その波長を自らが作り出した音楽の波長によって打ち消した。確かに理論上では可能な行為。しかしそんなことができる。幼い頃からずっとピアノを弾き続けていたたけしはどんな物音もメロディーとして捉えることができる。なるほどな。全てをメロディーに変換できる男。言うなればこいつが河合たけしの絶対音感。第3ラウンドにしてついに越後の若武者が蘇った。河合くんの反撃開始だ。河合！河合さん！河合さん！行け河合！みんなありがとう。ありがとう姉さん。この思いを僕は拳に宿す。そして勝利に向かって駆け上がる。聞こえる。ミズ・シャネルの体の動きがメロディーとなって僕の中に響いてくる。なんと河合くん、得意のライトアッパーを放つつもりか。無謀だ。河合さん、モーションが大きすぎる。いくらなんでもそんな大振りのパンチじゃ相手に読まれちまうぜ。やれるさ、河合たけしの絶対音感があれば。いくらヒプノスを封じられたからといって私も舐められたものだわ。ミズ・シャネルのメロディーと僕のメロディーをシンクロさせる。特訓によって僕が手に入れた力、それは空へと突き抜けるほどのメロディー。それが僕の闘志、僕の旋律だ。そんな大振りのパンチで。なんだ？ミズ・シャネルの髪が、こりゃカツラじゃねえか。おはよう。
ということは、ミズ・シャネルは男だったのか。ジュニアボクシング日米決戦第2戦、ただいまの試合は第3ラウンド2分58秒、日本ジュニア河合武選手の勝利です。やったぜ、これで2連勝だ。あと1つ勝てば日本ジュニアの優勝だぜ。見事だ、武志河合。チャンピオンカーニバルの決勝で見た時よりも数段磨きのかかったアッパーだった。しかし、まさか相手の動きそのものを一つのメロディーに変え、ハーモニーを奏でるようにパンチを放つとは、絶対音感を持ってこそなせる技。河合武志。美しい旋律だったわ、武志。河合さん、ちっちゃハラハラさせやがるぜ。大丈夫か、かわいい。ええ、自分で傷つけた足の傷の方が深刻なほどですよ。しかし、ミズ・シャネルのやつ、催眠術だなんて汚ねえって使いやがって。確かに、真っ向勝負ではありませんでしたが、僕はミズ・シャネルにむしろ感謝しています。感謝だって？河合さん？この戦いで感じることができたのです。僕にしかできない僕だけの必殺ブローが誕生する予感を。絶対音感か。何しやがったってめえ。ミズ・シャネルごときを倒して何を浮かれている。何？その通り、モンスター・ジェイルもミズ・シャネルもいわば余興。君たちに勝利という名の夢を見せるための我々からのプレゼントだ。だが彼は違う。彼こそは全米を震え上がらせるグレート・エンジェルスのリーダー、ヘルミックだ。グレートエンジェルスのリーダーだって？アメリカ中のワルがビビるっていう最強の暴力集団のトップ。さあ、大変なことになりました。日米決戦第3戦は、京都のイブシギン、シナトラ・カズキ対グレートエンジェルスのリーダー、ヘルミックの日米クールガイ対決です。気をつけてください、シナトラ。ミックは危険な男です。何を仕掛けてくるか分かりません。心配いらねえよ、姉ちゃん。え？シナトラの旦那は武道の達人だぜ。その通り。命のやり取りならシナトラの方が一枚上を行く。シナトラ。お前には3つの選択肢がある。ヘッドを吹き飛ばされて死ぬか、ボディに穴を開けられて死ぬか、それともその両方を受けて死ぬかだ。だんまりでカッコつけてるつもりか。もっとも、もうすぐ喋りたくても喋れねえように。おめえ、そのグラサン外しとけよ。なんだと？おめえのために言ってるんだ。失明したくはねえだろ。笑わせるな。お前にこのグラサンがぶち破れるってのか。その右腕には殴る力もねえくせによ。悪魔に食われな！
貴様何をしやがった。なんだお前、俺の右腕のことは調べがついていたようだが、このディフェンス技のことまでは調べてこなかったのかい。所詮アメリカのチンピラじゃこの程度か。くそ。くそ。いいぞシナトラ、神業ディフェンスポンチ。逃げ回ってるだけで勝てるかよ。もちろんこれだけじゃねえ。てめえ、今何を、なんだと。全米を手中に収めたミックをまるで問題にしないなんて。さすがシナトラ。あのローリングサンダー、わざと決めませんでしたね。余裕だな。だな、京都で随分やり込んできたみてえじゃねえか。くい。全ての攻撃がかわされてしまっている。攻めあぐんでいるのか。その逆だ、見ろミックの顔を。やれやれ、これでお前は本当の地獄に落ちることになるな。本当の地獄だと。ミックのあの余裕は一体何か企んでやがるな、アメリカ野郎。貴様たちは知らんだろうが、ミックは全米のワルドモにこう呼ばれている。ナチュラルボーンマッドネス。そう、彼は生まれながらにして悪の化身なのだ。あのポーズは、まさかあいつら。ミックの指した方向と腕の角度、振り上げたスピードを弾道計算すれば、あのポーズの意味がわかるはず。一ついいことを聞かせてやる。あっと、これはどうしたことだ。なんとなんと、無敵の神業ディフェンスが破られた。旦那、あのシナトラが一瞬の隙を突かれた。答えは、京都、シナトラの故郷。な、不思議な真似をするとは何用だ。簡単なことだ、おっさん。お前んとこの息子が素直にうちのリーダーにやられりゃ済むだけよ。風切り、バカおっしゃい。こんな卑怯な真似をしたって試合は兄さんの勝ちに決まって。見て、少し黙ってろ。騒ぐとその可愛い顔が二目と見られなくなるぞ。お前ら家族を生かすも殺すも全てはお前の息子次第だ。まさか目先の勝利のために家族を犠牲にするような、そんな薄情な息子じゃあるめえよな。え、パパさんよ。というわけだ、俺の合図一つでお前の家族はどうとでもできる。貴様、シナトラ、そろそろ始めようぜ。お前をぶちのめす素敵なショータイムをな。シナトラ、これが奴のデイモンズランク、悪魔の拳。この威力、まさしく人を殺めるために磨かれた拳というわけか。イエス、オールライト。ピンチピンチだ、シナトラ。ヘルミックの猛攻に追い詰められた。やはり間違いありません。
ラブ関西支部に確認を取りました。シナトラの実家はグレートエンジェルスによって包囲されています。やっぱりそうか。シナトラが理由もなくミスミス殴られているはずはない。くそー、催眠術だろ人質だろ、どいつもこいつもふざけやがって。許せない。試合には関係ない家族を巻き込むだなんて。これもまた勝負ってやつさ。剣崎、俺たちの世界は綺麗事だけで戦っていける生優しいお遊戯じゃねえ。それで負けるならここまでのことだ。シナトラ、そろそろジエンドだ。地獄に招待してやるぜ。ここでゴング。第一ラウンド終盤、ヘルミックがあった。なんとこれは反則。ヘルミック、ゴングの鳴った後に故意にパンチを放ちました。君ダメじゃないか。ゴング後のパンチは重大な反則行為だ。おい、お前の家家族はどうなっても知らんぞ。以後気をつけるように。大丈夫かシナトラ。シナトラ、もう棄権してください。家族を犠牲にしてまで戦いを続けることはありません。ミックは本気です。らしいな。だが自分の運命は自分で決める。間違ってもタオルなんか放るんじゃねえぞ。シナトラ、セコンドアウト。全米4万人の不良たちを率いる組織力、行動力、その全てがミックの力。いわばシナトラは軍隊を相手に戦っているようなもの。どうする侍。さあ第2ラウンドの開始です。この一戦を制するのはヘルミックの悪魔の拳か、神業ディフェンスを破られ後がないシナトラ和樹のローリングサンダーか。どうやら覚悟は決まったらしいな。おう、いい心がけだ。悪魔に変われな。シナトラ旦那。かわした。復活。神業ディフェンスは死んではいなかった。お、家族を捨てるか。言ったはずだ、覚悟はできたと。どうやらお前は俺と同類のようだ。目的のために家族を見捨てることができるんだからな。見捨てたのではない。パパさん、お前の息子はとんでもねえ野郎だぜ。あんたも妹もどうなってもいいらしい。違うな、和樹は信じたのだ。何わけのわかんねえことをほざいてやる。柔らの道も嫌いではないが、やはり剣がないと武骨でいかんな。このおいぼりが。なんだ。さっきは不意をつかれたが、我らも未熟とはいえシナトラ陰流を極めんとする者、そう簡単に潰されはせん。なんだと、あれだけ痛めつけたのに。これが侍の力。ハグ。
よくやった双葉。さすがはシナトラ家の娘だ。お父様。行くぞ。はい。ジジイだ。みんなジジイを狙え。大罪ぶしのめ様。どうなった。お父様。次は誰だ。何を手こずっている。お、サブリーダー。こんなジジイに振り回されたとミック様に知れたら貴様ら全員処罰もんだぞ。ジジイ、言っておくが俺はジジイだろうが女だろうが手加減せんぞ。日本でお主のような輩を何と呼ぶか知っているかな。身の程知らずだ。なんだと。お父様。ジュニアボクシング日米決戦第3戦はまさに白熱。なんと言おうが、お前が家族を見捨てたことには変わりはねえ。お前は勝利のためなら悪魔に魂を売る男だ。おい、お仲間が来たぞ。このジジイが。峰打ちだ。もっとも骨の四五本は折れてるだろうがな。さて、少し鍛え直すとするか。失敗しただと言ったはずだぜ。信じたと。いいことを並べやがって。この勝負とうに見えている。俺は無敵だ。俺には4万の部下がついてる。俺が負けるはずがねえ。おめえ確か俺の右腕に殴る力はないことを知っていると言ってたな。俺がなぜ左手一本でボクシングをやってこられたか、そいつを今見せてやるぜ。出たー、殿下の宝刀ローリングサンダー。ずえー、やったやったぜ、ダグ。勝利だ勝利。日本チームシナトラカズキ、見事な KO 勝ち。すげえぜシナトラ。これで3連勝ってことは日本チームの勝ちだ。シナトラ、今のはそいつが噂のローリングサンダーってやつかい。確か0コンマ数秒の間に3発のパンチを放つって話だったが、さっきのは俺の見間違いか。まだ道の途中だ。わっ、一体どういうことですか。今のローリングサンダーが何か。
アイス、ツバイ、ドライ、そしてフィーア、4種のパンチ。ローリングサウダーはまだ進化し続けている。おめでとう、兄さん。お客様にお知らせします。アメリカチームの選手はまだ揃っていないため、第4戦の前にしばしの休憩をいただきます。おいおい、なんだそれ。もう来てるんじゃなかったのか。大体もう日本チームの勝ちは決まってるじゃねえか。お、お、日米決戦の会場は狂気乱舞の大興奮。日本強し、カトリーしますがモンスタージェイルを、河合武がミズ・水シャネルを、シナトラ・カズキがグレイト・エンジェルスのヘルミックを打ち破り、まさに破竹の3連続 KO。 続く第4戦、アメリカチームは未だ5番目のボクサーが到着しておらず、チームサイドには全米ジュニアチャンピオンブラックシャフトの姿しか見えません。いやいや、どうしたシャフト、あまりの大きなさに声も出ねえのか。もう勝負は決まりだ、あっさり手をついて謝っちまえ。それともお前一人で日本ジュニアチャンピオンの高根とスーパースター剣崎を相手にするのか。仕方がない。では望み通り、俺が二人とも相手にしよう。なんなら、まとめてかかってきても構わないぜ。にゃに本気かよ、あの野郎。あれを見ろよ。来た。おい、なんだあれ。なんであんなに綺麗なお姉ちゃんたちが。スーパースターミスターホワイティ。なに、あれが、あいつがアメリカチーム5番目のボクサー。今世界のスーパースターとか言ってたよな。ええ、確かに言ってました。スーパースター。3連敗とは集大だな、シャフト。まあお前にはお似合いだが。遅れてきて言うことはそれかい。おいおい、お前の呼び出しに応えて日本まで俺が来たなんてうぬぼれるなよ。たかが全米ジュニアチャンプごときのお前が、世界のスーパースターであるこのホワイティ様を呼びつけること自体納得してるわけじゃないんだ。さあさあ、遠路はるばる出向いてきた俺の美しいガールフレンドを退屈させるな。さっさとボクシングショーの続きを始めろ。なんだよあいつ、出てくる早々わけわかんねえことばかり言って。あいつはやらないのかよ。本当は相手が竜と剣崎でおじけついてるんじゃねえのか。聞こえた。日本の空手の神様と呼ばれる男は、何でも10円硬貨を指3本だけで真っ二つに折りたたむと聞くが、それぐらいのこと俺には造作もねえことよ。2枚だってこの通りな。何、10円玉2枚を指先だけで。なんてパワーだ。さあ分かったろ、さっさとその席を開けろ。いつまで俺のガールフレンドたちを立たせておくつもりだ。
ほらさっさとしろ。まったく凡人どもはこれだから困るぜ。豚め。何？なんだって？今なんか言ったかい？聞こえなかったのか？豚と言ったんだ。これだから困るんだよな。凡人は言葉一つにも知性がないよ。まあいい。今日は気分がいいから多めに見といてやるが、ちょっとそこどいてくれないか。俺のガールフレンドたちの座る席がないんでね。豚が座る席なんざこの日本にはどこにもねえよ。素直にどかないと力ずくでどいてもらうことになるぜ。できるのかおめえに。はい、行くな。リングに上がれ、エテコ。俺のガールフレンドたちの前で公開処刑してやるよ。剣崎様、お立ちになって。真のスーパースターが誰であるかお見せください。剣崎様。あれは J.U.N. レッツゴージュン。ジュンイザグレイテース。イエーイ。ジュンイザビューティフル。イエーイ。ジュンイザキング。レッツゴージュン。イエーイ。よかったじゃねえか、応援してくれる女がいてよ。美しさでかなわねえから若さだけで勝負か。やっぱりてめえは豚だ。何？女の応援が男の強さを証明するもんじゃねえが、女の期待に応えねえのは男でもスーパースターでもねえぜ。剣崎様。剣崎様。剣崎が。剣崎が。剣崎が立ち上がった。立ち上がりました。日本のスーパースター剣崎純。おお、すごい盛り上がりだ。そうか、お前がこのチンケな島国のヒーローというわけか。あの運命の東京都大会から早数ヶ月、高根隆二との決勝戦で負傷した左腕を治療するため単身渡米。それ以来公式の場に一切姿を見せなかった不屈の天才が、今一歩また一歩また一歩と、そして今沈黙を破り、剣崎。剣崎。アメリカンジュニアチーム、キングオブザサウス、ミスターウェイティ。ジャパンジュニアチーム、スーパースター、ついについについにスーパースター剣崎純がリング上にその勇姿を現しました。負傷したその左腕に黄金の輝きは戻っているのか、日本中が彼に注目している。レッツゴー純スーパースター。日本の人材不足は相当深刻なようだな。シャフト、別におめえのチームの一員としてやるわけじゃねえ。勘違いするなよ。ただあのエテコーに俺の偉大さを教えてやるだけだ。やめるなら今のうちだぞ。何？
お前じゃ勝てねえよ、あの男には。剣崎。竜、お先にやらせてもらうぜ。右グラブは？いらねえよ、遊びだ遊び。さあ、これは注目の対戦カードとなったスーパースター同士の対決で、果たして軍配はどちらに上がるのか。後悔するぜテコ。おめえ笑いもんだぜ。レフリーの注意が終わって両選手コーナーへ戻っていけ。試合展開は全く予測不可能。ミスターホワイティの実力はいかほどのものか。そして剣崎の左腕は本当に感知しているのか。そうだよ、剣崎の左腕は本当に治っているのか。帰国してこれが最初の試合だろう。剣崎は左にしかグローブをつけてないんだぜ。治ってるにしても、もし昔ほどのキレが戻っていなければ、なぶり殺しにされて。ではどこに行ったんだ。あれは、パワー。申し訳ありません、あまりに早い決着で言葉が出ません。それではここで今の試合をリプレイしてみましょう。さあ、レフリーからの注意を受けて互いのコーナーに分かれた両選手。そしてここでゴング、両選手ゴングと同時にダッシュ。リング中央で体を突き合わせる。剣崎の左が動く。当たってた。剣崎潤、僕も初の左アッパーカット。この間ジャスト1秒、黄金の左腕ここに復活。さすがだな剣崎。派手なパフォーマンスしやがってよ。ですが、とても効果的でしたよ。もはや剣崎潤に不安要素はないと。完璧に左腕は復活したんだな剣崎。騒ぐほどのことでもねえよ。なんという男だ潤剣崎。たった1秒で葬り去るとは、どうすればあれほどの力を生み出せるというのだ。今のは間違いない、原始の光。ミスタージュン、あなたはまさか。自分の弱点であるパンチの軽さを克服するため、ギャラクシアンエクササイザーで猛特訓を続けた。その結果、東京都大会で左腕を痛めてしまった。それでも自分のパンチ力を高めるために、あなたは。バカだ、そんなことが可能なのか。原子爆弾の原理のように、原子核に中性子をぶつけると爆発的なエネルギーを発生する。だからといってそんな現象を人間の腕だけで起こすなどとは。しかし、それ以外に先ほどの原子の光を説明できない。ミスタージュン。
蘇った不調、見事なスーパースターの復活です。剣崎、すっかりおとなしくなっちまったぜ。お相手の連れてきた女どもはよ、ざまねえぜ。石松、あら、あ、ごめん、あ、いや、あ、あ、いや、I'm sorry。 あれ、ケンタキー、敵国の女すら振り向かせる、これが本当のスーパースターってやつよ。ごめんごめん、悪い虫がついてたっちゃ。うん、あれはまさか。どうした剣崎。なんでもねえよ。これで日米決戦は日本側の4連続 KO 勝ち。ブラックシャフトついに追い込まれました。そして今、目視で語らずもブラックシャフトが立ち上がった。リュウ、おめえにいいとこ残しといてやったぜ。最後に控えるのは我らが日本ジュニアチャンピオン高根隆二、対するは全米ジュニアチャンピオンブラックシャフト。日米決戦は日本側の勝利が確定、しかも4戦連続 KO 勝ち。次の第5戦に勝てば日本ジュニアの完全勝利となります。ブラックシャフトついに追い込まれました。最終戦のゴングが鳴り響く。すごい声援ですね。待っていたんだ、日本ジュニアチャンピオン高根隆二の登場な。龍、軽く行け、軽くな。どうせこっちは4連勝してんだ、お前一人くらい負けても日本の勝利には関係ねえ。いや、龍が負ければ日本の負けだ。あ、そうですね。今まで対戦した4人は本物のボクサーじゃない。素人をいくら KO しても日本の勝利とは言えないでしょう。日本ジュニアチャンピオンの高根くんが全米ジュニアチャンピオンのブラックシャフトを倒してこそ初めて日本の勝利と言えるんじゃないでしょうか。そっか。あ、なら今言ったのはナシンコだ。リュウ、絶対に勝てよ。いいな。姉ちゃん、来ないのかな。どうしたんだよ、リュウ。え、ああ、いや、なんでもないさ。しっかりしてくれよ。ああ、分かってる。レフリーからの注意も終わり、あとは今後を待つばかり。龍二、勝て、勝つっちゃ、龍二。
日本のボクシングの全てをかけた世紀の一戦が今始まりました。さすがが先制攻撃、見事なコンビネーションで主導権を握った。いいぞリュウジ、その調子だろ。流れが止まらない、これが日本ジュニアチャンピオンの実力だ。いいぞリュウ。けどなんでこんな大事な試合にお姉ちゃんは来ないんだよ。さすがですね、ブラックシャフト。おう、なんだって。見事な足さばきだ。あの龍二のパンチを紙一重でかわしてやがる。これが全米ジュニアチャンピオンの実力か。どうした、ジャパニーズチャンピオン。ユウはその程度のパンチしか持ってないのか。見切られてる。俺のジャブもストレートも。高根、遊ぶな。ブーメランで一気に片付けちまえ。そうだ、ブーメランだ。ブーメランフックを出せ。ブーメラン、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 ブーメラン。会場内は怒涛のブーメランコールが席巻しています。でかー、出るのか。ブーメランフック、高根のブーメランフックが炸裂。ブラックシャフトダウン。遅かったようじゃな。さすがだっちゃん、全米ジュニアチャンピオンブラックシャフト。さあレフェリーのカウントが。立ち上がった。高根君のブーメランを受けたのに。まともに受けちゃいねえよ。そうだろう、龍。ああ、インパクトの直前に手応えを感じなくなった。おそらく寸前のところでスリップしたんだと思う。なんだと。 なんて野郎だ、ブラックシャフト。なんとカウントを取る間もなく立ち上がったブラックシャフト。試合再開です。ボックス。やはりブーメランの正体はコークスクリューブローだったのか。あの伝説のコークスクリューを使えるボクサーがいるとは。日本のボクシングもなかなか捨てたもんじゃない。だが結局はそこまでだな。アメリカと日本のボクシングはまだ100年の開きがある。何？あの技は？ユージ。高根君ダウンです。ワン。やってくれるじゃねえか。え？全米ジュニアチャンピオンさんよ。フォー！ファイブ！シックス！リュウ！セブン！ゴングだ！高根がカウントセブンで立ち上がったところでゴング！
第一ラウンド終了です。反則だ。なんだって、反則？そうよ、この野郎は今反則をしやがったんだよ。そうよ、そこにいるアメリカ野郎は反則技であるピボットブローを使いやがったんだ。だからこの試合はアメリカ野郎の反則負けだ。ピボットブロー、不意に体を一回転させ相手が戸惑う隙に攻撃する技だっちゃ。ハイテクニックなフェイント技とも言えるが、フェアではなくトリッキーなボクシングだということで禁止されている反則技。しかしなぜそんな技を。さあこれはどうなるんでしょう。審判団は今の反則技をめぐって協議を続けております。反則だ、反則負けだ。石松の言う通りだ。高根の勝利だ。これだから日本のボクシングは100年遅れていると言うんだ。なんだと？ボクシングとは一体何なんだ。勝った者には栄光と勝利を、負けた者には屈辱と敗北を、ただそれだけを決める戦いに過ぎん。日本人はとかくフェアプレー精神を重んじ、勝つことは二の次、それを通して心身を向上させるためなどと思い上がった考え方をする向きが多いようだが、それはボクシングを知らない証拠だ。なるほど、ものはいいようですね。その実内心竜のブーメランに怯えた挙句のピボットでしたと素直に吐いちまったらどうなんだ。怯えているかどうか、反則負けに終わらなかったなら次のラウンドで証明してみせよう。何を偉そうに言ってやがる。お前は反則負けだ。やるよ。何？俺試合を続けるよ。反則勝ちじゃしっくりこない。それに俺はまだ俺のボクシングをしてないんだ。そこだ。続行です。審判団の協議によりブラックシャフト選手には注意が与えられたものの、試合の続行が決定されました。いいのかよ龍、早く出ろよ石松、セコンドアウトだ。ああ長い中断を経て再びゴングが鳴った。第2ラウンドの開始です。ブラックシャフト、いきなり顔面を打つと見せかけてボディへのフェイント攻撃。連打連打連打、高根がコーナーに詰まった。日本人はトリッキーなボクシングを邪道とか言ってお好みではないらしいが、ボクシングに邪道も正道もない。勝つことが全て、それが王道。ブラックシャフトの渾身の右ストレート、高根ダウンか。ブーラン。うわ、ダウン。やった。ダウンと見せかけ体を反転させてのブーメラン。さっきのお返しというわけか。龍のやつ、やりやった。龍神ブーメランフックの爆発に全米ジュニアチャンピオンブラックシャフトダウン。今度はもうダメ、立てそうにない。高根の KO 勝ち決定か。ニュートラルコーナーに下がって。はい、立てるはずがねえ。ああ、竜のブーメランを
テンプルに受けたんだからな。これはブーメランフックの本当の威力。反則まがいのブーメランを顔面に叩き込みやがった。虫も殺せなかったような奴が一体どんな教え方をしたんだか。ワン、ツー、レフリーのカウントが始まった。高根龍二勝利目前。ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン。あったぜ、あいつ。できるか、ネイビー。あのブーメランを受けて立ち上がるとは。なんという男だ。ああ、本当だぜ。って感心してる場合かよ。リュウ、シャカリキになって立ち上がったって、相手にはブーメランのダメージが残ってる。アメリカ野郎にとどめをさせ。そうだ、そうだ。今度こそ完全に KO だ。ボックス、ヘイッ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 ヘイ剣崎、高根ほどの男を連覇して世界タイトルを収めるなど至難の技。断じて日本からビッグパンチャーを2人も出してはならない。ここで高根だけでも完膚なきまでに倒しておかなければ。ここで高根だけでも。やはりシャフトにはダメージが残っている。チャンスだ。よっしゃ、リュウ、最後のブーメランをアメリカ野郎にぶちかませ。そうだ、ブーメランだ。ブーメランを出せ。ブーメラン、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 出たブーメラン。いけない。ラックスキャネラー！ああ！お？ブラック、ブラックスクリュー。ああ、うだ、あ、高根がダウン。 KO 勝利目前かと思いきや、一瞬のうちに天地がひっくり返ってしまった。奇跡を起こしたのはこの男、全米ジュニアボクシングチャンピオン、ブラックシャフト。コークスクリューは自分だけのパンチだと思っていたのは誤算だったな。もともとコークスクリューを発明したのはアメリカ人だってことも忘れてもらっちゃ困るぜ。リュウ、お前のコークスクリューがブーメランフックだとすれば、俺の右フックのコークスクリューはブラックスクリューだ。黒い閃光だ。ブラックシャフトもコークスクリューブローを身につけていたとは。さすがだな、ブラックシャフト。エイト、終わった。ナイン、ジエンドだ。なんだ、頑張れ頑張れ、リュウジ。
しました。高根、まさか10カウントギリギリで立ち上がった。ギュ、高根くん、ここで第2ラウンド終了のゴング。高根が球児に一勝を得ました。球児そのバカな、俺のブラックスクリーを食らって立ち上がった男など初めてだ。俺が奴のブーメランから二度までも立ち上がれたのは、一瞬のひらめきからスリップしてブーメランをまともに食らわなかったからこそ。それはもうボクシングのテクニックや理論を超えた、危険を一瞬のうちに嗅ぎ取る野獣の本能だ。竜高根も俺と同じ野獣の本能を兼ね備えているのか。竜、大丈夫か高根くん。ええ、なんとか。しかしあの状況でよく立ち上がったな。奴のブラックスクリーンを食らった時はおしまいかと思ったぜ。わずかにスリップして避けることができたんだ。それでもこのダメージ、まともに打たれたら 2,3 日は寝込んでいただろう。安心するのは早いんじゃねえか。第3ラウンド、シャフトは本気でお前を倒しに来るぞ。ああ、分かってる。もう、こんな時になんでお姉ちゃんはいないんだよ。姉ちゃんがここにいないのは、自分の力だけで道を切り開くことを俺に教えたかったんだと思う。姉ちゃんに頼ってばかりじゃ、世界大会を勝ち抜くことなんかできない。けど、俺は一人ぼっちじゃない。姉ちゃんの思いは俺の拳に宿ってる。みんなだっている。俺は決して一人ぼっちなんかじゃない。強いですね、君は。河合さん、君は僕が必死で乗り越えてきたものをすでに掴んでいる。本当に強い男だ。違いますよ河合さん、俺は弱い男です。だから強くなるんです。龍二、龍、高根くん。さあセコンドアウト、第3ラウンドの開始です。熱き死闘が繰り広げられた日米決戦もこのラウンドを残すのみとなりました。最後の勝者は高根龍二か、それともブラックシャフトか。最終ラウンドのゴングが打ち鳴らされました。姉ちゃん見てくれよ、姉ちゃんと二人で作り上げたブーメランフック、今俺一人の翼で爆発させてみせる。なんという激しい応酬、これが本当にジュニアボクシングの試合なのか。高根くん行け龍二。いいぞ龍二、その調子だ。竜高根、確かにお前はナイスボクサーだ。だが本当に俺と同じ領域にいるのか確かめさせてもらうぞ。グッ、ブラックスクリュー。ドゥアー、高根くん。寸前でかわした。本物だ、竜高根は俺と同じ野獣の本能を持ったボクサーだ。
だとすれば、奴に小手先のテクニックやトリッキーなボクシングは通用しない。俺の全身全霊をかけたパンチを叩き込まなくては。誰だか知らんが、竜にボクシングを教えた奴は天才だ。あの優しさのうちに潜む素晴らしいボクシングセンスを見抜いていたんだろうからな。行くぞ、俺の全てを爆発させる。竜高め、お前は素晴らしいボクサーだ。その素晴らしさゆえに俺はここでお前を倒す。両者先ほどまでの激しい応酬とは一変、互いに微動だにしない。竜のやつ、ブーメランフックで決めるつもりだ。おそらくブラックシャフトも。おう、ブーメランフックとブラックスクリーン、互いの渾身の一撃で雌雄を決するか。竜の勝ちだ。ブラックスクリューより 0.01 秒早く決まったぜ。何？グレイティスト。なんだ。通常のパンチのスピードでは双方互角だが、ブラックスクリューは右フック、竜のブーメランは左フックだ。右拳より左拳の方が相手の至近距離だ。 0.01 秒ブーメランが速かった、簡単な理由だ。タンカだ、タンカを早く。やったー、やりました。第3ラウンド59秒、高根隆二の KO 勝ち。日本は無敗の5連勝、完全勝利達成です。待ってよ、タンちゃんだ。タケシ、ただがむしゃらに追いかけてた。お父様、よくやったぞ、カズキ。竜のやつ、やりよったな。ハラハラさせすぎだっちゃ。まだまだあいつはひよっこだ。やったな、竜二。自分一人の翼に、見事に羽ばたいたな。おめでとう、竜二。本物だ、竜。やはりお前は、俺と生涯グラブを交えるに値するやつだぜ。本当にお前は大したやつだぜ、竜。なんだよ、まだやるってのか。このような試合を組んで君たちの闘志を萎えさせようなどと考えた私が愚かだったようだ。グレイティスト竜、俺の乾杯だ。ひとまずはSee you again.
シャフト。世界大会で会おう、日本の偉大な選手たちを。世界大会で世界で。日米決戦は日本の完全勝利で幕を閉じました、総帥。そうか、ならばもはや避けることはできん。日本ジュニアと我らシャドウとの戦いは